ビルの中にこんな場所が。驚いたろ。ここは俺たちミラージマスターや高いパフォーマーを持つ選ばれし者だけが入れる特別な場所なんだぜ。この空間、何か懐かしい感じがするな。ええ、私もよ。なぜかしらね。シーダ、今までどこにいたの？どこって、翼ちゃんと一緒にいたぜ。ただ見えなかっただけだ。このブルームパレスでなら実体化できるんだよ。おい、チキ。あ、トーマお兄ちゃん。この子どこか。うん、確かに驚いたよ。まさかトーマくんが年下の女の子にお兄ちゃんって呼ばせて。じゃあ、あれ、この子どこかで見たこと。ああ、そうだ、チキだよ。ウタロイドのチキ。ウタロが実在してる。ナイスなリアクション、アンガトさん。というか、変な容疑をかけないで最初からそっちに反応してくれ。紹介するぜ。二人も知ってるウタロってのは仮の姿。チキの正体はミラージュだ。ブルームパレスにようこそ。待ってたよ、お兄ちゃん。俺もお兄ちゃん。うん、お兄ちゃんって呼んじゃダメ。別に構わないよ。やった、ありがとう、お兄ちゃん。お礼を言われることじゃないって。それより、翼の危険を教えてくれてありがとう。ううん、私はそれくらいしかできないから。本当は私自身が助けに行ければいいんだけど、私はここでみんなの無事を祈ることしかできないから。それってどういう意味？私は他のみんなとちょっと違ってブルームパレスに縛られてるんだ。そんなことより、お兄ちゃん、クロムとシーダの記憶は？二人は記憶ある？クロムもシーダも自分がなぜここにいるのかわからないって、記憶を失ってるみたいだったけど。やっぱり。もしかしてチキも記憶が？うん、理由はわからないけど、ミラージュはみんな記憶が曖昧になっちゃってるみたいなの。それはきっと不安だよね。うん。心配してくれてありがとう、お兄ちゃん。でもね、大丈夫。クロムとシーダが見つかって、お兄ちゃんと翼お姉ちゃんはいい人そうで、今はとっても嬉しいよ。チキちゃん、なんていい子。私、毎日遊びに来るからね。ありがとう、翼お姉ちゃん。
自己紹介も済んだことだし、チキ、そろそろユニティの説明頼む。ユニティ？お兄ちゃん、パフォーマーを持ってるよね。あのね、パフォーマーっていうのは人の心に宿る表現力の結晶なの。そんなパフォーマーを人間やミラージュに合体させて新しい才能を開かせてあげる儀式、それがユニティだよ。新しい才能？簡単に言えば強くなるってことだね。私は他のミラージュみたいに戦うことはできないけど、ここでユニティの儀式ができるんだ。ねえねえお兄ちゃん、早速私と一緒にユニティしよう。パフォーマーが集まるミラクルステージ、ブルームパレスへようこそ。聞いてお兄ちゃん、新しいユニティができるようになったよ。カルネージユニティ。新しいユニティ、忘れずにチェックしてね。聞いてお兄ちゃん、新しいユニティができるようになったよ。クラスチェンジ。新しいユニティ、忘れずに次は何？次は何？どの衣装に着替えるの？その衣装はもう着てるよ。ちょっと待っててね。お待たせ。どの衣装に着替えるの？ちょっと待っててね。お待たせ。どの衣装に着替えるの？ちょっと待っててね。お待たせ。どの衣装に着替えるの？待っててね。お待たせ。どの衣装に着替えるの？ちょっと待っててね。お待たせ。どの衣装に着替えるの？ちょっと待ってて。お待たせ。どの衣装に着替えるの？ちょっと待ってて。お待たせ。どの衣装に着替える？ちょっと待ってて。お待たせ。もう帰っちゃうの？新しいユニティ、バス。まだ見つ、これでいい。それじゃあクロム、俺に力を貸してくれ。
今作ったカルネージ。他にご用。パフォーマーが集まる。私にできる。頼りにしてるよ、チキ。よかった。私、いっぱい頑張るね。舞子さん帰ってきたみたいだな。話があるから事務所に戻ってこいってさ。もう帰っちゃうの？ごめん、でも必ずまた来るから。私もまた絶対に来るからね。うん、楽しみにしてる。またね。やっほー。舞子さん、人が悪いです。なんで芸能事務所のことを教えてくれなかったんですか？まあまあ、いろんなこといっぺんに伝えて混乱させるのも悪いかなって思って。それより翼ちゃんのレッスン予約入れてきたわよ。レッスン？うん、ダンスと歌をね。翼ちゃんはアイドルとしてデビューさせることに決めちゃったから。正統派の青春派アイドルね。でもそんな急に。慣れろ翼ちゃん。舞子さんのプロデュースの仕方はいつもこんな感じだぜ。事件のことは？残念ながら事件はいつ起こるかわからないのよね。だからとりあえずレッスンしましょう。翼ちゃんはアイドルいけると思うのよね。なんたって舞子さんがビビビって来ちゃったんだから。うちの事務所でアイドルとして活動してたらキリアに会える機会だって増えるわよ。やります。即答か。即答だ。ちなみに歌とダンスのレッスン、いつきくんも一緒に受けてくるのよ。え、俺もですか？うん、芸能の能力を高めることはミラージュマスターの能力を高めることにもつながるから、いつきくんにも意味があるのよ。それはどういうことですか？ミラージュマスターとしての強さはエンターテイナーとしての力に依存するのよ。エンターテイナーとしての力に？そもそも芸能はね、神事のための舞を源としているの。演者の身に神の力を下ろす、いわゆる神下ろしを目的としていたから。神の力を身に下ろす？ええ、マスターがミラージュの力を使う原理は能の神下ろしに通じるものがあるの。だから歌、演技、楽器演奏、芸術、芸能に関わる技術を磨けば神下ろし、ミラージュの力を使う技術が高まるってわけ。簡単に言っちまえば、エンターテイナーとしてすごいやつはマスターとしても強いってこった。私たちが表向き芸能事務所をやってるのも伊達や水郷じゃないのよ。ま、とにかくもうレッスンの予約2人分入れちゃったし、人生何事もチャレンジよ。初レッスン頑張ってきてね。いつき、翼ちゃん、骨は拾ってやるぞ。なんで七に赴く兵士を見送るような言い方？それは明日渋谷のレッスン場に行ってからのお楽しみ。フルコース頼んであるから期待してなさい。それじゃ今日は解散。緊張。